来た。こんにちは、ドガさん。そうです。何を泣いているんですか。がっかりしました。なんかちょっとな、はい、もっとできるのになって。そうですよ。で今年の活躍を期待したんだけどもさ、はい、なんかこうすっきりしないというかさ、見ていて、はいはい、なんかそういうのがもうグレちゃうなって。グレちゃうな。グレる前に、ゆたかさんがグレる前にこの企画を今日はやります。はい、今シーズンのセパ、はい、がっかりない。がっかりないね。ベストナインおじさんなんだけど、ね、うん、そう、今日はベストはつかないんだ。はい、がっかりおじさんです。がっかりおじさんね。まあ、がっかりというとあれ聞こえあれなんですけど、はい、がっかりベストナイン。そうで、一緒じゃないですか。一緒やな。期待してたのに、はい、あーっていう。どうしちゃったんだろうねっていうね。そこですね。うん、その今日はベストナインを発表したいと思います。うん、はい、では、はい、セパ合わせてになりますので、はいはい、ま、セパ合わせて12球団で、はい、ね、はいはい、がっかり、厳しく、がっかりベストナイン、はい、がっかりピッチャーからです。ロッテの小島、小島投手、一昨年10勝したんだよね。はい、でね、まあ、援護点に恵まれなかったっていうのはすごく大きなことなんだけど、はい、仮にも10勝した投手ってさ、そこら辺も変えていけると思うんだよね。確かにいいピッチングとか見せてくれたけども、はい、本当に勝てなかったよね今年。何が去年と違ったんですかね。やっぱ打線の巡り合わせっていうのもあるけども、はい、ただもう一人隅田、あ、西武の、うん、はい、もう新人王、もう入団前から、あ、この子は新人王取るって決め込んでてさ、こっちが勝手にな、はい、なんで一勝しかできなかったかなっていうさ、うん、まあ、これもやっぱり打線の巡り合わせだよな。まあ、それも仕方ないけどもね、はい、うん、仕方ないけども、はい、なんか、うん、それ込みのがっかりってことですね。ちょっと少しね、寂しい思いをしたね、うん、そうですね。いや、またも勝てないのかっていうのが、はい、すごく今シーズンを振り返った時に、うん、脳裏に残った2人の選手だったね、うん、そうですね。なので来シーズンはね、はい、ちょっとこのがっかり、まあ、ルーキーだからね、はい、隅田は、はい、まあ、がっかりには入れなかったけど、うん、まあ、小島はね、もうロッテのエースになっていかなきゃいけないわけだからさ、はい、まあ、ちょっとがっかりしたかな。そうですね。さあ、続いてポジション的にはがっかりなキャッチャーになります。木下、中日の、うん、ほら、まあ、全体的にやったっていう感じはするんだろうけども、はい、まあ、5番打ったりとかね、はい、いろいろいいんだろうけども、うん、でも1回ファームに落とされたとかさ。そうなんですよね。なんかそういうこともあったし、俺もっとバッティングが良かったと思うんだよ。以前の方がなんかちょっと変わってきたんだよね。それは何か例えばコーチングだって模索したりとか、まあまあ、そのバッティングコーチが変わって、はい、そのスタイルを取り入れて、その大きく取り入れる必要もなかったと思うぐらいのバッターだったんだよ、はい、割としぶとかったし打てたし、はい、あ、打てるキャッチャーが中日にはできたなと思ったのが、なんかそのバットを変えて長さも変えることによって、なんかちょっと苦しんでる感じがするんだよね。だからなんでそんなことしたのかなって、もっと素直にやったら打てるのにって思うのがちょっとがっかりした。もったいないですね。もったいないんだよこれ。じゃあ戻した方が俺はいいと思う。そういうのって戻せるものですか。戻せるよ。あ、じゃあね、ちょっと戻した方がもしかしたら俺はいいと思うけどね。あ、まあ豊さん的には。あ、さあ続いてファーストです。ファーストはね、中村晃。あの子のさ、バッティングのさ、はい、バットコントロールって抜群なもんがあるわけよ。今年は調子上がらなかったな。それはなんかあるんですか、原因が。まあ、年齢的に来る、うん、その境界線に来てんのか、はい、まあ、結構あるんだよそういうのって、うん、でここでやんなきゃいけない、ここでちょっと上げとかなきゃいけないという年代があると思うんだよね、はい、で彼は高校から入ってきて、うん、もうそういう時期になってるのかなっていうような感じがするし、うん、もう少しできるのになっていうのはちょっと感じたんだよね。まあ、今年特にそうだったってことですね。まあ、ちょっと目についたというかね、自分のバッティングがこうなかなかできなかったっていう、はい、まあ、もどかしさがあったんじゃないかなっていうふうには思うけどね、うん、さあセカンドです。セカンドは山田哲人。あ、まあ、そうですね。いや、彼の数字のさ、うん、苦しいよ、はい、もうなんかこうベースがさ、トリプルスリーだから。そうなんですよ。そりゃ苦しいよ、うん、ね、でもそれは自分がやり遂げた3回もやっちゃったんだから。いや、すごい成績ですもんね。そうだろう、はい、だから球団も高額の契約をしてくれた、はい、でも落ちる年齢ではないんだよ体力的にも、はい、これからこうもっと充実期に入っていかなきゃいけないんだけども、うん、なんと
となくこうすっきりしない。今年そうでしたね、うん、成績も含めてね、はい、だからもっとちょっと輝々しい、うん、もう村上のチームになっちゃったじゃんみたいな、はい、いやいやお前キャプテンでトリプルスリー3回もやってる偉人でしょみたいな、うん、ちょっとそういう片鱗を出してよみたいな。そうですね、まあ、片鱗を出す時あるけどもね、うん、だけどやっぱこうベースがトリプルスリーになってる、そこはそうやって人を見る、はい、でそれも期待に応えなきゃいけない、それは苦しいよ、うん、苦しいけどそれだけの選手だからね。そうですね、まあ、期待に応えてほしいなと思う。これってそのバッティングのなんかフォーム変わったとかそういうことではないんですね。そういうことではないと思うよね。あ、まあ、精神的なものもねもちろん連動しますし、ね、まあねうん、だからまあ自分の中で何か起きてるのかもわからないけども、うん、でもやっぱファンの期待というのはそこにあるからね。そうですよね。近づいてる数字だったらいいけど、はい、程遠い数字だからさ。そうなんですよ、まあ、盗塁にしたってそうだしね、はい、率にしたってそうだ、うん、あの現に今年のベストナインもちろん取れなかったんですよ。もう取れないよね。もうあの圧倒的その牧選手にもう離されて取れなかったので、うん、そうだよね、はい、だからまあここで頑張っておかないとね。そうですね、うん、さあ続いてサードです。サードは日本ハムの野村、野村選手、はい、野村選手4番を期待されてるんで、はい、毎年怪我するんだよ、うん、もうハンデ押したようにいや本当にもう太鼓判を押したいぐらい、はい、今年も怪我しますよポンって。なんかなぜ、いやだからまあそこら辺は気を抜いてることはないと思うんだけども、はい、まあ体質的な弱さなのか、はい、まあそういうところがあるのかもわからないけど、やっぱ4番バッターを打ちたいんだったら怪我しちゃ計算狂うよね、うんうん、はい、だからまあここら辺で怪我しない体を作ったりだとか、うん、いろいろしてほしいなと思うよね。これってオフだったりそのキャンプで怪我のない体作りっていうのをしていくんですか。まあもちろん彼もそういうところは気になってしてると思うんだけども、うん、しちゃうんだよね。だからさ、まあ、毎年札幌にお世話になって、はい、まあ、解説しに行ったりとかもするんだけどもさ、まあ、いる時といない時は半々ぐらいなのよ、うん、もうそれじゃ困るんだよね。そうですね、うん、だから怪我しないでくれよみたいな、まあ、そこですね、まあ、したいと思ってやってるわけじゃないけども、はい、やっぱ怪我っていうのも含めて期待を裏切るよね、うん、そうですね。ファンのこともそうですしね、しかもあのベビーフェイスというか、うん、イケメンでもあって女子の、ね、ファンも多いのでより球場に、うん、そうだよ、はい、心配かけるんじゃないよ芸能皆さんどうしてるのかしらダメだっつうの強い、ねね、強い男でいてほしいよ。そうですね、はい、さあショートです。ショートは紅林、あオリックスの、あ、まあ、若いから、はい、まだ成長過程にはあるんだけども、はい、やっぱもっとこう来るのかなって、はい、一昨年が良かったから、うん、だから今年になってなんか数字見るともう寂しい数字しか残ってないしさ、うん、大変だよショートで、はい、ね、だけどもっとできる選手だよ、うん、なんここホップステップジャンプで、ね、うん、日本球界を支えるぐらいのショートになっていかなきゃいけない選手なんだけどさ、うん、なんかちょっともた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 してるなっていう感じが受けたんですね。そうですね、はい、だ去年に比べるとっていうことになっちゃうんですね。まあ、それはもちろんそうだね。確かに、うん、あここは坂本選手は入らなかったですか。坂本はいろいろあるから心情的にね。あ、まあ、そうですね、はいはい、さあ外野手3名です。誰だっけ、オースティンか、はい、オースティン怪我、お前いつまで怪我しとんねんって。あの毎年もう頼むよ、痛い痛い病って言ってましたね。いやもうね、まあ、痛い痛い病って言ってたでしょ、当たってるでしょ。当たってます。あのね、俺今年 DeNA が優勝するって、それは一昨ね、ソトとオースティンが開幕に間に合わない、はい、コロナの影響で、うん、ね、あんま仕方ないと、うん、で今年はね、最初どうか、うん、2人とも怪我してる、まあ、最初はいなくても、はい、途中からでも十分間に合う、うん、ね、DeNA は優勝する、うん、オースティン帰ってこない、うん、ベンチにいるだけどういうことなんだよ。もうね、がっかりするよ、本当にがっかりですよね。あー、オースティンありきで順位予想もしてるところがあるから、はい、頼むよオースティン。これ来年多分スタートすると思うよ、うん、頼むよ。そうですね、それを多分でつけなきゃいけないのも辛いですもんね。もう一名、松原選手。松原、よし、レギュラー取ったぞ、背番号9になった、はい、ね、おやるぞみたいな、うん、ね、亀井に言われてた、はい、もう少し頭使えって、うん、引退の試合のコメントで、はい、ね、彼は素晴らしいものを持ってる、うん、1個も出てこない。これであの背番号も大きくなっちゃったんですよね変えられちゃった、はい、いや、だって
ってでも来ると思ってましたよ、一昨年とか、まあ、去年のカップ。いやだからまあ本人が悪いのか、はい、まあそのチームのね考え方で、うん、まあ、ホームランを打てるバッターをっていうふうに、ね、はい、したのかもわからないけども、また経験をさせてもらったものがあって今年使われなかったっていうのはもったいなくてしょうがないよね。ですよね。じゃあ一昨年のあれはレギュラーの礎を作るための経験じゃなかったのかっていうとさ、はい、違ったんだよね。何だったんですかね。何だったんだろうね。いやそう分からないよね。そうなんです。まあ、能力的には思い切りもあるし、ね、足も速いし、はい、ね、守備もうまいし、だから使えるんだけど使われなかったって、まあ、これは使う使わないっていうのはやっぱりまあ球団の方針っていうのもあるけども、やっぱ本人のアピールだよね、はい、もう絶対使いは打つんだったらさ、うん、絶対使うからさ、はい、だからもうそのぐらいやんなきゃいけないんですよ。そうですよね。だからもう姿見えなかったっていうのが寂しかったな。そうですね。そういう意味でちょっとそういう意味でのがっかりって言いますね。もう特感ごとだから見てて楽しいわけよ。いや本当そうですよね。そうでしょ、うん、まあ得点圏に弱かったっていうのもあるけどね。はい、さあそして最後万波、はい、ブリ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 振ってもう能力はね半端ないんだよ。あの身体能力すごいですよね。あの肩にも驚かされるしさ、はい、あの飛ばす力、うん、これもびっくりするし、はい、安定しないんだよね、うん、そこあれだけ使われたらもうちょっと学習するはずなんだけどさ、はい、なんか悪くなったり良くなったりっていうさ、うん、その学習っていうのは何を学習しきれてなかったんですか。学習してても表現ができないのかもならないし、はい、新庄監督がね今年のシーズン中近藤に近ちゃんにどうやったらボールを見極められるかを聞いてこいと言われてて、近藤はラインを引いてると、はい、ね、でそんなことを私は考えてなかったと万波が、うん、目から鱗だと、うん、ね、全く鱗落ちっぱなしでまだ落ちてんのかなと思うぐらいちょっと頼むよって万波のもう本当に魅力のある選手だから。そうですね、覚醒したら、覚醒したらとんでもない選手になるから、うん、そうですよね。あ、だから期待したんだけど、はい、ね、あの今川笑ってる場合じゃないぞお前もだぞ今川も魅力があるからいいですよね。あの笑顔なんかチームを鼓舞するから、はい、ね、だからもう今川俺が万波のこと言って笑ってる場合じゃないぞお前もそうだ、お前も明日は分かんない。そうですね。いやだからまあこういう人たちが、うん、まあねちょっとがっかりベストナインになっちゃったけども、はい、まあだけど期待するだけにさ、はい、俺の反応もでかいわけよ、ガクッと。いやそういうことなんですよね。そうなんだ。今挙げた選手はどの選手も本当に素晴らしい選手たちばっかりなんですよ。いやもう本当だよ、もうチームの中心になっていかなきゃいけない選手なのに、はい、何をやってもんねんみたいなね、そうですよね。万波頼むよ本当に笑かすなよもう。そうですね、あのね、がっかりベストナインの選手たちが来シーズンは本当のベストナインの方に、うん、いやもちろんそうだよ、はい、入っていくように期待したいです。でもこの動画だけでは、はい、いけないから、うん、そうですね、次の日はちゃんとしたベストナイン、はい、12球団のベストナインを決めますか。わかりました、はい。